武田受験教室入会金が半額になる春の英語力アップキャンペーン始まりました。教材費などに充てられる5000円分のギフトカードももらえます。キャンペーンは6月30日までです。武田塾イングリッシュの伊関です。森田です。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。武田塾イングリッシュのトーフルルートに入っている英単語帳2冊あると思うんですけど、はい、書店行ってみたらめちゃめちゃ表紙に行ってたんですよ。何が違うんですか？そんな似てるわけないじゃないですか。全然違う本ですよ。めちゃめちゃ似てる。めっちゃ似てる。そうですね、はい、似てるんですが、はい、中身はだいぶ違います。こちら完全攻略トフルテスト英単語4000という本なんですけども、単語の並びが全然違うんですよね。こちらはですね、いわゆるレベル順です。お、分かりやすいですね、はい、なんでコア60って書いてあって、で次80、100っていくんですね。でもう本当100までいくと相当難しいです。なので60は優しめ、なるほど、っていう、もう本当に絶対しなきゃダメでしょっていう感じです、うん、でこっちはそうなってないんですよ。お、順番が全然違うので、はい、いわゆる品質順、おー、なるほど、なんですが、はい、Day 1、Day 2、Day 3っていう形で Day で進んでいくんですけど、それぞれの Day に品質レベル3、2、1って載ってるんですよ。なぬ、はい、なんで違うんですよ全然。なぬ、はい、それはなかなかちょっと使いづらそうですね、はい、ただ、まあ、見た感じ3、2、1って1でも大事です。おー、はい、そうなんですね。1のものでも大事なものがかなりいっぱい入っているので、はい、まあやっぱりね、デイビッド・チョーなんで、すごい、もうトフルの本韓国でやるってたらもうデイビッド・チョーの本なんで、みんなやってるっていうぐらい有名な人、それを日本に持ってきて変えたんですね。中身も全然違いますので、はい、そちらも説明していきたいと思いますね、うん、まずこちらの方はですね、単語の解説が結構あってですね、うん、特にまあ特徴としては語源がまあいろいろと書いてあったりとか、語呂が入ってます。この単語を覚えられないよっていうんですね。例えば、condense っていうですね、濃縮するっていう単語がありますけど、うん、コンデンすごく血が濃縮されそうな満員電車っていう、はい、なるほど、さまざまな語呂合わせが載ってま す, おいいです、ね、なんでそういうのに、ただちゃんとコンは共にで、デンスは濃くするっていうね、そういう語源もちゃんと載ってくれてます。なるほど、はい、それに対してじゃあこっちはどういう特徴があるのかっていうとですね、言い換え表現がめちゃくちゃ載ってる。お、まあ、まあなるほど、僕が韓国留学してた時もこの本見てたんでよく知ってるんですけど、日本語訳の前に言い換えがさ出ているというので、うん、言い換えを答えるっていう感じですね。でそれぞれのデイにまたクイズが出てますので、そのクイズも別の英語に言い換えるっていうクイズになります。で、それぞれデイが5つずついくとチェックテストが出てきて、うん、今度は、単語レベルじゃなくて一応文になってて、で文中で、この線が引かれてて、でこれの言い換えはどれでしょうっていう4択問題になってますね。2つともに共通するんですけど、はい、テーマごとの単語も載ってます。僕このテーマごとが好きなんですね、基本的には、うん、後ろの方にですね、はい、載っていて、分野別品質英単語となって、うん、理系と文系で分かれていて、また理系は理系で、こういう分野、文系は文系でこういう分野っていう風に分かれています。なるほど。高専の方も、分かれています、うんうん、生物とかですね、物理とか気象、経済、心理、歴史とか言語とかですね、分野別っていうのは結構覚えておくとですね、バンとですね、リスニングの講義で出た時とか、うん、スピーキングの講義で出た時とかはガチッとハマることがあるので、どっちの方が上級者向けとかあります？それが難しいんですよね、なかなか。やっぱり先の最初のレベルが低い状況ではこれ5000はなかなか進められないので、はい、最初から難しいものも入ってますので、なんで最初からやるんだったらこっちなんですけど、うん、もうただ100点レベルになったらこっちの方が簡単です。おー、なるほど、はい、っていうので自分のレベルにも合わせないといけないですね、うん、解説を参考にですね、どっちを使うか選んでみてください。 FE 前回はですね、 Blow something out of all proportion というクイズだったんですけども、ことを大げさにするとか何かを大げさにするっていうことですね、うんうん、なんで something の方には何か名詞が入るっていうことですね、はいはいはい、例文で言いますと、パーティーに誘ったのに実は誘われてなかったみたいな勘違いしてた人がいたとしてですね、 Why didn't you invite me to the party last night? I thought we were friends. Dude, I told you. You are drunk and you obviously forgot. You are blowing this out of all proportion. ということですね。ちょっと大げさに言ってるよ、そういう風に使われる表現ですね。なるほど。じゃあ今回の問題ですが、 Don't put the cart before the horse、ね、これ有名なやつなんで、ぜひぜひ例文で書いてみてください。4発授業をしない武田塾イングリッシュ、無料カウンセリングでお待ちしています。
このチャンネルでは英語学習に役立つ情報を日々更新しています。トイック、英検、英語の学び直しに役立つ情報を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。僕たちに質問がある方はぜひぜひコメント欄に書いてください。 Leave comments below.